前回の続きで、インフラハンズオンの、ベイグラント編始めたいと思います。はい、自己紹介ですけど、と言います。GitHub とか Kita、Twitter で、活動してます。で、今回のベイグラントハンズオンの、ソースコードは GitHub に上げているので、よかったらご覧ください。バーチャルボックスのインストール、公式サイトからインストーラーダウンロードするか、ホームブリューからインストールしてください。自分の環境だともうすでに入っているので、バージョン情報が表示されれば OK です。ベイグラントも同様にインストールしてください。ベイグラントプラグインのインストールが必要なんですが、これも、ベイグラントプラグインでベイグラントシェアとベイグラント VB ゲストっていうプラグインを、インストールしてください。これも、インストールされていることが確認できれば OK です。また、インストールした際に、エラーが出る場合は Xcode CLI が入ってない場合があるので、そちらをインストールしてお試しください。今回使う、ベイグラントボックスイメージなんですけど、この Ubuntu Focal 64というのを使います。ボックスファイルインストールしてもらって、ボックスイメージが表示されれば OK です。時間がかかるのでここまでは準備でやらせてもらいました。バーチャルボックスですが、前回バーチャルボックスのハンズオンやった際にご紹介しましたが、こちらは仮想化ソフトウェアと呼ばれるもので、複数のゲスト OS をインストールできます。こちら、前回の動画もよければご覧ください。ベイグラントハンズオンのベイグラントというツールです。バーチャルボックス、仮想マシンの環境構築を、お手軽にやってくれるツールです。ベイグラントファイルという構成ファイルをもとに、環境構築から設定まで自動的に行うことができます。ちなみにこのベイグラントファイル設定ファイルは Ruby で記述できます。今回作る環境ですが、Ubuntu の 20.04 と Apache 2.4、MySQL 8.0、PHP 7.4 が入った、構成の環境を作ります。まず、Ubuntu のバージョン番号とコードネームについて、一つ補足なんですけど、Ubuntu はリリースごとにバージョン番号とコードネームが存在してます。バージョン番号はそのリリースした時の、年と月から作られます。今回使う 20.04 は、2020年4月にリリースされたので 20.04 バージョンとなっています。で、 LTS と、付けられているものがあるんですけど、長期サポートのバージョンです。なので基本的にはその LTS と付いたバージョンを利用してくださいっていうのを説明を書いてたUbuntu のサポートですが、リリースには通常版と長期サポート版、LTS と呼ばれる、ロングタームサポートの期間があります。通常のサポート期間は、リリースから9ヶ月なんですが、それだと6ヶ月から9ヶ月ごとにバージョンアップしていかなきゃいけないんですが、長期サポート版は2年間隔でリリースされていて、サポート期間も5年間ととても長いので、安定した動作を望む場合は LTS 版を使用してください。ここからベイグラントハンズオンを始めたいと思います。作業ディレクトリを作成します。ディレクトリを作成して移動してください。まずベイグラントクラウドについて説明します。ベイグラントクラウドというベイグラントボックスファイルを、管理してくれてる、場所が用意されてるんですけど、ここに入ってある、Ubuntu のボックスファイルを、Ubuntu のボックスイメージを今回使います。ベイグラント最初は、ベイグラントイニットコマンドから、始めます。Ubuntu、こうすると、ベイグラントファイルというファイルが作られて、中身が、3行生成されてます。-M をつけるとミニマルというオプションが使われて、ヘルプコメントっていうのが削除された、シンプルなベイグラントファイルが、作られます。で、ベイグラントイニットしたらベイグラントアップでボックスファイルから、環境構築を始めます。こちら少々お時間かかります。今回はベイグラントボックスはすでに、ダウンロードしておいたので起動する時間だけだったんですけど、大体2分ぐらいで、起動が完了です。前回は、
バーチャルボックスハンズオンの時はもう 3時間ぐらいかけて撮影してたんですけど、これが2分で終わるというあっという間ですね。はい、起動したベイグラントに SSH で接続してみたいと思います。ベイグラント at Ubuntu ってなっていれば、SSH 接続できています。ログアウトしたい場合は Exit を押すか、もしくは Ctrl D でログアウトできます。SSH 接続の補足ですけども、ベイグラント SSH コンフィグ、ホスト名は指定しなくてもいいんですけど、これをすると、SSH の接続情報が、表示されますという補足で、これを SSH コンフィグに追記すれば、SSH ベイグラントハンズオンみたいなホスト名で SSH 接続もできます。ベイグラント SSH するよりかは若干高速になります。 SSH でもうホスト名やポート番号、秘密鍵を全部渡して接続するっていうのもできます。紹介ですが、基本ベイグラント SSH で OK だと思います。はい、まずはインストールされた Ubuntu の OS のバージョンを確認してみましょう。まずはベイグラント SSH してログインして、カットコマンドで OS リリースっていうファイルにバージョン情報が記載されてます。こんな感じで Ubuntu のバージョン 20.04 LTS が、インストールされてますねということが確認できます。でまず最初にやることなんですけど、 sudo apt update とすると、最新パッケージの再取得を行ってくれます。これも少々時間がかかります。パッケージの再取得が完了しました。apt っていうのがその Ubuntu のパッケージ管理ツールの、パッケージ管理ツールです。はい、まずパッケージの検索なんですけど、サーチコマンドがあって php7.4 を入れたいのでこれを探してみますと。で探してみるといっぱい出てくるんですけど、これですね、 php7.4 のパッケージがあるので、これをインストールしたいと思います。検索の他に詳細を見るってこともできて、ですね、apt show php7.4 ですね、これで、パッケージの詳細が表示されます。 php7.4 でバージョンは 7.4.3 が入ってるようです。とパッケージの検索、パッケージの詳細までできて、 PHP のインストールをしたいと思います。まず sudo apt-y インストールの php7.4 と、はい、とすると PHP のインストールが行われます。 sudo が、インストールの際に、ルート権限が必要なので、 sudo オプション、 sudo コマンドを、付けます。で -y のオプションですけども、問い合わせがあった場合に全て y と yes と答えます。はい、で、PHP のインストールが終わったので php-v、php7.4.3 がインストールされていることが確認できます。セマンティックバージョニングについて、少し、解説します。まあ、バージョン番号の付与ルールの一つで x.y.z という形式で、バージョニングされてます。 X がメジャーバージョンで、後方互換性を持たない破壊的な変更が含まれるバージョンです。で Y がマイナーバージョンで、後方互換性を保ちつつ、新しい機能が追加されるバージョンです。で Z がパッチバージョンといって、後方互換性を保った、バグ修正が行われているバージョンです。PHP の場合ですけども、メジャーバージョンは年に1回、マイナーバージョンは月1回、パッチバージョンは数日ぐらいの頻度でアップデートされていってます。セマンティックバージョニングにのっとってないライブラリももちろんあるので、バージョン管理については各ライブラリの公式サイトを確認してください。はい、PHP から MySQL に接続したいので、そのためのライブラリをインストールします。これがないと PHP から PDO 接続を試した場合に、ドライバー not found と
というエラーが発生します。アプトショー PHP 7.4 MySQL、まあ、これは打たなくてもいいんですけど、一応こういったパッケージがありますよというご紹介ですですね。インストールなので、PHP MySQL の、インストールが完了しました。あと正しくインストールされたかっていうのが PHP-M で、拡張機能の一覧が出せるんですけど、見ましょう。はい、PDO MySQL っていうライブラリがインストールされてれば OK です。 PHP の設定ファイルについて、まず今回は PHP には変更しないんですけど、Ubuntu にインストールした場合はこのエトセの下の、エトセの下の PHP の下の 7.4 といった場所に、設定ファイルが入ってます。軽く見てみましょうか。7.4 があって、アパッチの中に PHP になどが入ってます。はい。で、また、PHP インフォで、設定内容を確認できます。まあ、例えば PHP-R、PHP インフォ括弧とすると、こんな感じで設定ファイルの、設定ファイルの確認、設定ファイルの値の確認が行えます。はい、-R オプションを使うと、PHP のコードそのまま渡して実行することができます。Apache のインストールですが、Ubuntu で apt インストールした場合、Apache も、一緒に同梱されてインストールされています。 Apache に -V ってすると Apache に -V とすると、サーバーバージョンが表示されています。アパッチのステータスを確認してみます。システム CTL ステータスアパッチ2とすると、アパッチサービスの、状況を確認できます。アクティブとなっていれば、アパッチが起動した状態となっています。で、また、この値がEnabled となっているので、OS 起動時に、自動起動するという設定にもなっています。動作確認で、Apache が起動しているかどうか、curl コマンドで、確認してみます。curl-shttp localhost とするんですけど、だったら、HTML ファイルが返ってくるんですけど、これじゃちょっとエラーページなのかどうかもわかんないので、itworks っていう文字列が含まれているか確認してみます。で、返ってきた HTML に itworks が入っているので、Apache が、ちゃんと起動しているってことが確認できます。Apache の設定ファイルとログファイルの場所ですけども、ここに Apache に、エトセの下の Apache 2の下に、設定ファイルが入ってます。また、バーログアパッチ2の中に、アクセスログやエラーログといった、アパッチの、ログファイルがまとめられてます。まあ、エラーが起きたときではここを確認してください。まあ、ブラウザからアパッチのデフォルトページを表示するのを確認するため一旦、Ubuntu からログアウトします。まずベイグラントファイルのネットワークの設定なんですけど、ベイグラントですけども、ホスト側から、アパッチを通して、HTML を確認したい場合は、ポート番号が、閉じているので、ネットワークを構築してあげる必要があります。まあ、そのベイグラントファイルだとネットワーク設定3種類あるんですけど、ポート転送とプライベートネットワークとパブリックネットワークの3種類あります。今回はポート転送という方法でベイグラントファイル8000番を割り当てて、ベイグラントファイルの設定の範囲はベイグラントリロードします。ベイグラントの再起動が完了したので、ローカルホストの8000番にアクセスしてみたいと思います。8000番、はい。このようにアパッチのデフォルトページが表示されればです。ちなみに、ここを HTTPS で接続してしまうとエラーになってしまうのでご注意ください。
IP アドレスとポート番号について軽く説明なんですけど、ローカルホストは自分自身を指す IP アドレスです。 127.0.1 も同様に自分自身を指します。ポート番号は0から65535番まであります。一つのサービスに割り当てられるのは一つのポート番号で、まあ、よく使われるポート番号はこんな感じですね。はい、でドキュメントルートについて軽く説明なんですが、ドキュメントルートはウェブサーバーが外部に公開するファイルなどが置かれたディレクトリを指します。デフォルトだとスラバー www.html の下になっています。でここに試しに html ファイルを置いてみたいと思います。ベイグラント ssh してこの中に hello.html とこんな感じで作ってみます。 phpinfo.php というファイルを作成してみます。で一度ベイグラントから抜けてここに、アクセスしてみます。hello.html hello world が表示されてます。また、phpinfo php とすると php info のページが表示されれば OK です。はい、php が動いていることと apache が動いていることの確認ができたので、mysql のインストールを続けていきたいと思います。まず、ベイグラントの中で MySQL サーバー MySQL、クライアントを、インストールしていきます。はい、インストール完了しました。MySQL のバージョンを確認してみたいと思います。はい、 8.0.22 のバージョンがインストールされています。ステータスの確認ですが、システムctl、ステータス mysql とすると、はい、自動起動の有効無効は、sudo systemctl の、enable mysql disable mysql で、切り替えができます。で、mysql の設定ファイルですが、sudo vimphp my.conf という場所に作成します。まあ、今回はデフォルトのまま使用するので作成はしないで進めていきます。はい、設定ファイルをもし書き換えた場合は、MySQL サービスを、再起動すると設定が反映されます。はい、MySQL の初期設定をしていきたいと思います。初期パスワードについては今回シークレットというパスワードを設定していきたいと思います。まず初期化のコマンドですが、初期設定のコマンドですが、 MySQL セキュアインストレーションと打ちます。でまず、バリデートパスワードコンポーネントって聞かれるんですけど、パスワード共用、パスワード強度の設定をしますかと質問なので、まあ、設定しないのでカラーエンターで押していきます。で初期パスワードを今回シークレットと入力します。リニューもシークレットと入力します。はい、で匿名ユーザーを削除しますかというクエスチョンなので、これはイエスと。で次の質問がリモートでルートログインを禁止しますかという質問なので、これもイエスと。で、今度はテスト用データベースを削除しますかという内容なので、これもイエスとします。はい、で続いての質問が特権テーブルをリロードしますかという質問なので、これはこれもイエスとします。これで、初期設定が完了です。はい、次、はい、先ほど初期設定で設定した、ルートユーザーでログインしてみたいと思います。ログインユーザーで、ログインする場合は sudo コマンドでログインする必要があります。でシークレットと入力して、はい、ログインできました。設定が完了してます。
台なりは台なりの文字で SQL 文と表示するようにします。で SQL の予約語は、分かりやすく大文字で、記述してます。ですが大文字小文字区別しないのでどちらでも使って大丈夫です。で MySQL からログアウトする場合は Exit でログアウトできます。はい、ユーザー一覧の表示ですが、セレクト、ホスト、ユーザー、フローム、mysql.user で確認できます。はい、このようなユーザーが登録されてます。で、文字コードですが、こんな感じに表示、文字コードの表示、文字コードの設定を確認できます。また文字コードの照合順序ですが、バージョン9の AICI が設定されてます。で照合順序について軽く、補足なんですけど、この、バージョン9の AICI が、MySQL 8.0 のデフォルトの文字コードになっています。UTF-8MB4 が UTF-8 でマルチバイトを4バイトで表現する文字コードになっています。JA が日本語用という意味で、9000番がユニコード、これ9000番がユニコードの 9.0.0 をベースにするという意味です。で、AI がアクセントの違いを無視するで、ハとパが等しいというふうに評価されます。で、CI が大きいあと小さいあを等しいと評価されます。で、もう一個紹介なんですけど、ASGS ケースっていうのがあって、こちらは、アクセントとの違いを区別する、大文字小文字の違いを区別する、ひらがなとカタカナの違いを区別するといった、照合順序になっています。おすすめはこの ASGS ケースを推奨してますが、今回はデフォルトの AICI の照合順序のまま進めます。まず MySQL のルートユーザーでデータベースの初期設定を行います。クリエイトデータベース、ショップデータベースを作成してみます。はい、作成できました。で続いて MySQL ユーザーの作成ですが、クリエイトユーザーのペチパーというユーザーを作っていきます。でパーセントでアイデンティフィードこちらもシークレットというパスワードでユーザーを登録していきます。はい、で、MySQL 権限付与ですが、今作成した、ユーザーに対して権限を付与していきます。ショップテーブルには何でもできますよという権限をペチパーユーザーに割り当てていきます。で、ペチパーユーザーの作成はできたので、作成したユーザーでログインしていきます。 mysql-u ペチパー -p シークレットとでログインできれば OK です。ちなみに、シークレットそのままつけると、質問なしでログインできるんですが、この方法だとコマンド履歴に残っちゃうのでセキュリティ上は非推奨です。またショップというふうに指定してデータベースを指定してログインするっていうこともできます。はい、で、データベース一覧、表示する、データベース一覧表示するコマンドですが、show databases とするとデータベースの一覧が表示されます。作ったショップのテーブルが表示できれば OK です。これに use shop としてデータベースを切り替えます。で、show tables で、テーブル一覧、テーブル作ってないので空っぽなんですけど、これでテーブルの一覧を確認できます。テーブル作成ですが、ちょっとこれはコピペで妥協しちゃいますと。はい、テーブルの作成ができました。ID、ネーム、ストックという、アイテムズテーブルを作成しています。
テーブル作成が完了したので、テーブルの確認、デスクアイテムずっとすると先ほど定義したテーブルの構成を確認できます。あとはいくつかより詳細なテーブル構成を確認するコマンドがあります。でまず取得ですが、セレクトのフロームアイテムズ、なんかインフラからマイスケールの説明になっちゃうんですけど、セレクト文と、インサート文、これもちょっとここからコピペして、はい、2件レコードを登録してみます。はい、2件データが登録されてます。でアップデート文もこんな感じで見てみると、プラス1カウントされているのが確認できれば OK です。で、デリート文、デリートフロームアイテムズウェア、バッドアップルを全部削除しますと。でバッドアップルのレコードが消えていれば OK です。SQL 文の例はこんな感じで、これを PHP 側から操作するのを試してきて、MySQL が説明がはい、これで、ペチパーユーザーに、取得、挿入、更新、削除できる権限が割り当てられていることが確認できます。で MySQL の動作確認が終わったので、エグジットします。はい、プラントのフォルダ共有、やってみたいと思います。まず、現在のベグラントファイルですが、このような形なので、これに、共有フォルダの設定を追記していきます。共有したいディレクトリを作成します。ディレクトリとベグラントファイルがあるので、はい、ベグラントがあります。ベグラントフォルダの共有ですと、ちょっとはい、最後に使う、ダカーポの宣伝用30秒ぐらいのシーン撮ろうか、先に。それもそれでどう宣伝したものかですけど、 PHP から MySQL に接続して画面に表示されることを確認できるための簡単なアプリを作ってみたいと思います。商品の名前と在庫を登録できる簡易的なショップアプリを作ります。ソースコードに関しては、GitHub に上げているのでダウンロード作成していきます。商品削除用の PHP を作成します。で、ファイルが5つファイル作成したんですけど、動作確認のためアクセスしてみます。はい、何も表示されないんですけど、こういった時に SSH してエラーログを確認していきます。今回は、環境変数を読み込んでデータベースに接続するというふうな書き方になっているので、サーバー環境変数を設定していきます。でサーバー環境変数を設定するファイルは、etc apache2 env-vars の中に書いていきます。これは末尾に追記していきます。で、サーバー環境変数の設定を反映させるためにアパッチの再起動を行います。はい、で再度ローカルホストにアクセスしていきます。ちょっとちっちゃいな。
なんて説明しよう。ハンバーガーとか、はい、ハンバーガーとかを10個みたいな形で、まあインサートできる。で、アップデートストックはプラス1、アップデート分が実行できる。で、クリアアイテムで、全部クリアできるってことが確認できるので、PHP から MySQL へアクセスするってことはが確認できます。以上で、ベイグラントに、PHP、MySQL、Apache をインストールして、PHP のコードを動かすってことが確認できましたと。ベイグラントハンズオンは、以上で終わりなんですけど、おまけとしてテーブルプラスからベイグラント内の MySQL に接続するという手順と、もう一つおまけで、ベイグラントハンズオンでやった内容の、自動化ということも書いてます。ベイグラントで作った環境を壊して、あとはシェルスクリプトを書いて、今まで手動で行ってきた設定をすべてシェルスクリプトの中で書くっていうことまでやってます。こちらの記事は後ほど公開するので、よかったら参考にしてください。環境構築の自動化まで行うと、ベイグラントをイニットした後、ベイグラントアップで前回のバーチャルボックスで何時間もかかったことがたった2コマンドで、仮想マシンの作成から OS のインストールまで行えるようになりました。そこからもプロビジョニングで環境構築 の、プロビジョニングで環境構築の自動化まで行えるんですけど、仮想マシンの仕組み上、CPU やメモリー、ストレージなどそういったハードウェアもシミュレートする必要があって、リソースをかなり消費します。またプロビジョニングコードで、プロビジョニングでコード化されているとしても、環境を作り直したり共有するのにとても時間がかかってしまうので、次回 Docker ハンズオンでどう変わるのか、一緒に見ていきたいと思います。以上です。